今日のカレリアは、はい、よいしょ。ました。こんばんは。よいしょ、豊さん、お疲れ様です。ちょっと入るだけ入るか。こんばんは。お、天秤さん、わたかさん、お疲れ様です。全然もっと下か、これぐらい、いやもっと下だな、これぐらい、お、キャメラマ太郎さん、こんばんは。さくらさんもこんばんは。こんなんか、今日はテスター FH 君で、あ、サイド聞かねえ、最悪や。お、アクティさん、テンピーさん、こんばんは。テンピーさん言ったっけ、あ、そしてアクティさん、昨日ありがとうございました。いろいろと夜遅くまで。夜遅くまで。アクティさん、長野で監禁してたから。監禁してた。え？監禁してた。監禁してた。アクティさんを。ディスコが、ちょっと待ってね、一回スライドショーで、なんかめっちゃタイムラグ、これで大丈夫かな、俺のアセコルの音がでかいんかも。お、レンさん、こんばんは。どうもあー、また字幕がずれてるかもしれないです。あー、ディスコが見えちゃってる。ああ、失
礼しました。ディスコード見えてます。いた。こんなグリップきつかったっけ？例えばクラッチ蹴りをどこでするかっていう話をエルジンさんとももちゃんとしてて、どういうこと？あた、うん？あのさ、日光の直線でさ、一回右に振ってから左じゃん。YZ もそうだったんだけど、俺その右に最初振る時もクラッチ蹴りしてて、うん、右に振る時クラッチ蹴りして、もう一回振る時クラッチ蹴りしてるから、俺その実写の本当のクラッチ蹴りを実はももちゃんから教わってなくて、見よう見まねでやってて、いつしかリズム取るために一発目のフェイントもクラッチ蹴りしてたのね。で、最近その実写に行くのに実写動画を結構こう真剣に見るようになって、なんかリズムとかクラッチ蹴りって1回しかしないよなみたいなのはこうのも気になってて、聞いたらどっちもあるみたいな。ただ俺ミスると一発目の右が大振りになってからの左になっちゃうから、パンパンみたいなリズムにならないんだよねっていう話したら、どっちもあるけど、その最近は1回ラリークイック的に右の時はクラッチ蹴らない人もいるけど、それが間違いではないよみたいな話で、でも右に振ってからそう左に行くと結局ちゃんと振れてないケースがすごく多いんだよねみたいな。だからそれも踏まえたちょっと癖と練習、まあ両方、あーそれそれそれ、できるように、あやっべやべやべやってこうかなみたいな。でももちゃんの最終的な判断はそのコースによりますみたいなんだったから、あ、まあじゃあ両方できた方がいいよねみたいな。まあ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 、でも一発の方がリスクは少ないと思う。そうそう、そうなんよ、そうなんよ、そうなんよ。でエルジンさんはその速さとかそういうの度外視で、実写の時も両方蹴ってたよっていう人もいたから、サーキット行くとおっせえなこいつって思う瞬間は出てくると思うよっていう意見も。あったので。日光で逆振りで蹴ったら、だから、この間言った通り、ワンチャン戻ってこない可能性はある。ああ、ね、だ、そうそう、ももちゃんもそれ言われ、言われた言われた。一番最初に言ったと思う。お、やべ。そうだね。やべやべやべ。そう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 。YZ でもちょっと怖いよ。あれ、振り込み入れてるの、その、なんて言うんだろうな。リアを思いっきりアウトに飛ばすための加速、うん、リアを加速させるため、そのアウト方向に。そのためにこう右に入れてるじゃないですか。ああ、こう右に入れて左に切った時に、要はフロントタイヤだけ内側イン側に持ってかれてリアが飛んでく方向の時に
クラッチを蹴るっていう、まあ明治で縦で蹴るとワンチャンミッションとドラシャが行くっていう実写。ああ、その荷重移動時に蹴ってあげないと、おお、車に優しくないみたいな。ああ、まあまあ一発も慣れといた方がいいよねっていう。やべ、回る。アセコロは蹴った方がね、なんて、そうだね、アセコロは実車よりグリップ感が強い、車は強いから2回蹴っても安心できるけど。ああ、そう、でも俺それやるとやっぱ大振りになってミスることもある、あったから。最近聞いた話だと2個今蹴りじゃなくてサイド侵入っぽいし。へえ、そうだね。へえ、なんかサイドらしい。それ無理じゃね。ごめん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。目のお休みと昨日はお疲れ様でしたからの、お、新潟チャンネルさんこんばんは、ひなとくんこんばんは。なんか軽くグリップでフェイント入れてそっからサイドみたいなイメージが結構ある。そうそうそう、でそっからもうアクセルオンで巻き込んでってみたいな感じのイメージはする。今は逆振りで蹴らないのだと佐賀よかでしょうさんという YouTube チャンネルで最近知りました。逆振りで蹴らない。あ、だからさっきの1回だけ蹴るってことでしょ。ああ、だよね。そうだよね。まあまあ、だからどっちも別には間違ってはないけど、リスク回避だと1回蹴りの方がいいよねっていうことだよね。あ、ちょ、ローレルに入れ替えてもいい？ああ、いいよ。ちょっとね、まだね、やっぱね。じゃあ俺一応にしようかな。ローレルの方がやっぱまだ遅いんだね。だいぶ良くなったけど。うん、まあこの前間に合わせだからな。うん。まあまだよろしくはない。やべ、ハザードを戻すタイミングを忘れた。やべ、ミスった、ごめん。やべえ、後ろが絶対走りづらい、これでも別に456は2でいくと頭打っちゃうんですか。頭打つ。あー、ごめん、失速した、越された。ここで作ったのは、うん、4点、ファイナル4.3相当なのかな。
うわ、流される。ツアラーも2だった。通れる系は分かんない。良かったと思う。ん？いや今の先行良かったと思うな。俺がダメだから、そのいいとか悪いとかよくわからん。ちゃんとついてきてもらっていいですか？これでついてくの結構。やばいかも。あーや、失速。ごめんめっちゃ目乾いてきた。いや、引けん、ごめん。エイチ君は日光とか行ったことあるの？ない。あるわけがない。そこそこ。わあ、ミスったー。なんで？ああ、いや、ほら、なんか現実で行ったことあるんかなーと思って。ない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 。ないよ。これ現実でさっき出したこと一回もないもん。あ、そうなんだ。それは嘘だ。カカチンとか一回だけ、でも一回走ったのもグリップだよ。あ、そうなんだ。そうだよ、ドリフトサーキットでやったことない。あ、まあサーキットはじゃ行くのもだって遠いしさ。ちょっとはすげえ難しいっていうか、すげえ簡単というか、どっちが。あ、でも FH 君ぐらいになるとね、難しいっていうんだろう。自分の思い描いてるのを通そうとするから。あれどうだろうね。いや、わかんないな、こればっかりは。もうだってやってないし。できる人とイメージできる人はね、難しいっていうと思う。できない人は逆に簡単っていうと思う。そう、距離足りね。日本のサーキット、まあ、あそこで走ったところは、頭の中でこうすれば多分こうなるんだろうなっていうイメージはあるんだけど、それどう？今車を動かせるはず、あー、ごめん。動かせないと思うから、その辺はどうだろうね。難しいと思う。ベルトドライブの音がする。FH くん、T300、今日ね、ディスコが調子悪くて、こっち。あの配信に乗る方のディスコで入ってもらいました。ああ、ペイチ君の多分 T300 の音が。あ、急く配置。あ、ごめん。
その新しい最終走ってみてよな。俺この最終知らないんだよね、この日光。ああ、なんかちょっと変わったの。これ一発がしやすくなったと思う、多分。最終出てきて。そこ3発じゃなくて雨の日とかさ1発でいけるからさ、フラストレート。ええ、そうなの？いけるんだよ。フラストレート左側は1発一発ずーっと右向いたままってこと？ずーっと右向いたまま。何それ。いけるんだよ雨の日。晴れの日だったら600ワイぐらいあればいけるんじゃないかな。4速とはでかき回せば。あーやー出る。雨の日めちゃめちゃチャレンジしてて。肝はあの左側にずっと落とし込まないといけないけど、出口。ああそうだね。そうそう。左側引っ掛けてずーっとそっち側にこう引っ張って引っ張ってみたいな感じ。そうそうそう。で道まで出てきたらもう論採用。ギリギリいけない。ギリいやー失速した。ごめんマジごめん。今良かったよね侵入ね。ローレルなんか回転数のだから角度ついてるよ多分今のもとも飛車だ。あちょっと回転数の落ち込みが早いかも。えもう振ったらもう全開よ。うん、いやコントロールしててもちょっと離しただけですげえストーンって落ちるから。離しちゃダメなの？はいごめん。あそれやばいそれやばい。これ配布してもちょっと難しい。アクセルもうちょっと。いやまだまだ無理まだ無理。回転数残っててくれないと困るね。あ、ちなみにショールームで2台かな。160と120はもうこのテスト車両は言えば乗れますからね。めっちゃっぽいよタイヤ。やばいそれごめん。あやった。危なごめん。めっちゃっぽいよ。
過去一やべ過去一っぽいんじゃないですか。まあストマニーとかいろいろあったけどこれが一番っぽい。いやー引けるか。内側来ちゃったバカー。あごめん回るわ。やっぱ落ちんの早いな。わあちっちゃ。ああ後ろ流された。あーごめん。くっねー。いやその角度マジ。やばいかも。あ、まずい、危ない。あーいやーごめん。ういっくそ。ちょっと待ってコメント。あ、ルーフさんこんばんは。どうも。あ、アルチューさん、ヒロさん、マヒロさん、こんばんはです。
エペイチ君今いますよ。よし。あの練習相手になってもらってます。あ、エペイチ君そろそろ次の練習行くか。肩鳴らし終わったし。ああいいっすよ。ももちゃん、これと同じサーバーで恵比寿立ててほしい。西。はい。ニュー西。ニュー西入ってるんだ。え？西どうやって走る？バンクじゃない方だと思う、多分。でも全部走れるんだっけ、あれ。確か。だよね。俺西の走り方知らないから、ちょっとまた FH 君に。いや、俺も知らねえんだよ。教えてもらいつつ。だから俺も知らないって言ってんじゃん。こんばんは。さりゅう、さけ、さかゆうさん、さけゆうさん。こんばんは。お、高評価ありがとうございます。ニュー西。これ、あれです。オートサロンで使ったバンクはリニューニシライズアート製のテストで、今後、何回かアップデートしたら、一般公開予定らしいです。って言ってたら、張本人来たわ。塚さんが来たわ。あれ、誰か落ちた。エペイチ君落ちた。あ、エペイチ君落ちた。PC 落ちた、もしかして。鳥ちゃんってもしかして鳥先生？まあ、塚さんと同じ。はい、立てました。そうなんだ。お、タバコ火つけるの忘れてた。俺つけた。くそ。え、西ってどうやって走るの？わかんない。西はでもあれよ。どっちが純走？逆走？D1 とかやってる方。そっちが純走。うん。あ、じゃあこれで一周すればいい。左回りが純走。左回りが順調。ああ、これ新しいバンクでしょ。ここはね、あ、そうそう、バンク、あの塚さんにオートサロン期間中に散々テストで走らされたから、ね、あ、そうだ、 FH 君と一緒2時ぐらいまで走ってたんだよな、帰ってきて。そうだよ。これグリップでも面白いだろうな、絶対。あ、なんかバンク変わってる。あ、で、ここが、こっから元のやつか。あ、鳥先生もいるじゃん。これどっちが正解？奥か。あれ？何これ？今までの西モットと違うんだけど。あ、これどっち正解なの？こっち？右左のヘアピンが正解っていうか、まあフルコースで走るんだったらそこ。あ、全然今までのあのなんだっけ、西と違うね、 R とかも。すごいこれ。でもこっちの方がめっちゃき当たり前か、当たり前かってコメント来そうだわ。ライズアートの2人から。あ、これ昔のストリートリーガルやりたい。あー、で、ここに戻ってくるんだ。そう。いや、壁沿いとか無理やろ、これ怖くて。これどう走るが正解な。はい、ついてる。早い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 。
なんか動画ではこう振って飛ばしてこう1コーナー入ってくっていうのは見たことあるけど、動画来てね。おお、マジか。えっ、こいしょ。でついこの間見たのは逆走だった。あのバンクの方行かないで逆走。やばい、くそ。どっから振るんだ、どっから振るんだ、そこ。あ、無理。あ、あ、あ、全然止まれる速度じゃなかったわ。あ、やばい、ちょっと待って。バックトゥーピット、おい、横転してるってごめん。ちょっ、石ってどうやって走るんだろうな。ここに、あー、もう途中で3入れなきゃダメなのか。あー、ここもダメだ。西ストリート車両きついで、これね。まあ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 、この辺はでもみんなやらないでしょ多分。あ、こういう感じじゃない。あ、届かない。いや、俺も届かない。これでギリ。いや、めっちゃリアルだわこれ。バカ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 、こっち向くな、こっち向くな、こっち向くな。でも古市は合ってそうだね。いや、合ってると思う。ちょっと待って、俺方じゃないか。サミットチャンネルのサムがさ、西でやろうよって言ってたけど、一発目西は絶対事故起こすだろこれ。一発目 YZ とかがいいんだけど。いやー、壁無理。怖え。ああ、いいかも。いい感じ？いい感じだった。おお。いや、壁は怖えよ。てか、広大さんとか真央くんとか現地でもそうだし、オートサロンでもよくやってたよな。
すごい。あ、でも俺らも練習中はそこそこポイントた取れてたのにな。わあ、下下がっちゃう。俺もテストの時、ここ結構走れたんだけやばい、やばい、くっつきすぎる。あ、だいぶ一コーナー良くなってきた。おお、振るとこ間違えんだよ今一生懸命コピーしてんだから。なんか遠赤の表現もやっぱ全然ちゃうね。え、遠赤の表現もね、やっぱ全然当たり前だけどちゃうよねーって。やべやべ、あ、アウト膨らめない。ごめん、マジごめん。いやー、後ろをアウト飛ばすの下がってきちゃう。やっぱ下がらないぐらいの勢いでついてかないといけないんかな。やばい、これ終わったかも。はい。おお、完璧。あ、ごめん。ごめんなさい。これちょっと良くなったんじゃね。ちょっと、あ、本当？ここ本当この速度で合ってる君？知らん。屁こきそうなぐらいブレーキしてんだけど。感じ結構早かった気もしないもんないけど。あー、いやー、またやった、ごめん。前走ってみる？前任しといて。行ってみる？行ってみる。前でも壁沿い走んの無理なんだけど。いやー、ごめん、入っちゃった。大丈夫。
いやー絶対ゾーン取れる距離じゃねえわこれ。これ俺のまあちょっと業務連絡なんですよ。俺の LINE に送ったやつってコピペっすか？コピペです。なんかアカウント存在しないっぽい。アカウントが見つかりませんでした。はいはい、はい、携帯。間違えてないでしょうかって送ってみて確認して。お待たせい。まっすぐ行ってたバカ。わあ、三速で失速すんのか。オートサロンの時よりバンクきつくなってね。気のせい？気のせい、それは気のせい多分。わかんねえ、あんま変わんないと思うけど。マジ？うん、まあ、バンク変えるってよっぽどねえか。めっちゃ怖く感じんだけど。ごめん。ああ、ここよく出るな。
でも楽しいな。いや、ここ楽しいよ。いや、ここのゾーンすら取れてねえ気がする。あっ、ごめん。いやー、そんな止まらんか。ここの R が今までと全然ちゃうね。ちょっと複合っぽくなってるというか。あそこちょっと難しいよね。いや、失速バカ。やべ、届かねえ、ごめん。ここに置いていくっすよ。はい、間違ってた？うん、間違ったみたいです。いやー、今の惜しかったんだよね。惜しかった。あ、やべえ、ちょ、俺ここに。いやいやいや、ここだけな。ここだけめっちゃ下手くそなんだ。ここ下手くそだ。なんで？あ、ちなみに一番簡単なように見えた、はい、あそこのコーナーが一番むずいわ。ちなみに？ちなみに、ライズアートの社長に許可をいただいてショールーム体験明日から大丈夫です、できます。優しい。あっち、いやー、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。Thank you.
あやー押したー。あ、そのバカ。それ無理だろ。オートサロンでみんながやりたいやりたい言ってた。新西バンクショールームで体験できるそうです。弾けなかった。だよね。うん。いや VR と違ってやっぱ見失うわ。いくら3画面でも。ここむずいなぁ。後ろだと距離が足らんくなる。あー出た。あーもうダメ、ミスった。あーまずーい。これでも結構なバンクだよな。ああ決まったかも。おお。あぶ。あーまた失速かアドリフト。そうですね。
やー、ここどうしても内側行っちゃうな。ごめん。ああ耐えられんかった。ここ楽しいよ景色も違うし。いや、もっと外か。あ、これいいラインハマった。いやーごめん、痛い。それはごめん、ちょっとマイクは。それはごめん。あっち、あれ、いやごめん。フルコースでちゃんと走るのってん？あれ以来じゃない？あの恵比寿の動画以来じゃない？あーかも。難しい。あの動画以来だよね、多分。結構前。何年前あれ？2年ぐらい前。2年前。先頭を走るとここ出ちゃうんかな。思ったより外流れるんだよね。うん。逆バンクついてるから。あー。あれってか、ここ壁ない？ない、ない、ない。そういえば。そう。だから最初すごい広く感じた。あ、俺壁ある、あれ壁だと思ってて、それに恐怖心抱いてたわ。あ、もうこれ壁ないって分かったらもう完璧だわ。止まんね。それ全然止まんない。あ、分かってくれた。うん。あ、やばい。大丈夫、耐えた。
止まれる？壁ないって分かったら今度よく突っ込みやすくなったわ。全然ダメ。なんか侵入速度速くなったからおっと思ったけど。いや壁ない分いけるかなと思った。ハハハハ、5足入った。ええ、今完璧だったのに。ごめん。おお、いい。いやー全然遠い、これ。うわあ、やっちまった。めっちゃ綺麗だったのに。最後の最後で回っちゃった。危ねえ。あ、ごめん。危ねえ。うわ、止まれんかった。うわー伸びた。はい、失速失速。いやーごめん、奥まで引っ張れんかった。全然大丈夫。おマジ？あ、全然大丈夫。あれが普通じゃない？逆にもうちょい奥まで多分余裕持たせられたと。完璧。いやーこれ優勝。あ、完璧。これ完璧。あー今の気持ちかった。あとでリプレイ見よう。これ今の回優勝でしょ。今はすごかった。
やべ。あぶねえ。あ、うまくなってきた、うまくなってきた。うまくなってきた。伸びろ。ごめん。調子乗ったな。じゃあ前交代するか。あーはい。いや全然大丈夫。うわあそこむずいな。ごめん。普通にミスった。最悪。いい感じだったのに。ショールーム行きたい。壁がないから別のバンクとかと思ってました。 POV 生配信をびっくり。 POV 生配信って何？生ゴミさんこんばんはです。え、なんていうの、一人称視点の生配信。おー、いやー、アンダー出した。あなたが出ると僕も出る。いやーここむずいな。マジむずいわ。この角度やばいって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 。うわー最悪だと思っちゃったよ。あれ決まってたら結構エグかったのに。いやあれ多分ねラインちゃんとしてたら決まってた。あー熱ー。あれ？
なんか車壊れてるかも。壊れてないよ。あ、いや、壊れ、壊れてる。ついでにちょっと一服しない？ちょっと休憩しない？うん、疲れた。やばい。40分ぐらいノンストップで走ってる多分。いや、ここ面白いわ。これ多分グリップも面白いと思う。次までにあれだな、日光、日光じゃねえわ、恵比寿西の走り方勉強しとかないと。ああ、そうだね。でも多分合ってる、うん、ああ、遠赤場所によって表現が違う。 音も違う。乗っていいとこと悪いとこなのかな。それかよく乗ってるとこと乗ってないとこで違いがあるのか。眠気覚ましなのガラララララってあのビーってなるとこあるじゃん。眠気覚ましじゃないのね。ああいうところとそうじゃないところと、まあ段差はわかるけど、グリップも面白そうですね。うん、グリップ面白い。グリップバトルやってみる？いいよ。やべ、やったやったやった。
やんだ。そっちじゃん。こっちじゃね、グリップ。あ、そうなんだ。うん。俺普通にバンク行ってた。グリップでバンクはエグいよ。ここサイド、バイサイドやばいだろ。ごめん。あ、くそ。いや、まだいいんだ。粘れるか、粘れる。あー、ちくしょう。あ、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。いや、グリップ面白いな。あ、くそ。よし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 。よし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 はいクロスナイスクロスいやっやったやったはいくやつこのドアンだどれしてやりますかどれしてやりますかおもれいや面白いねグリップもこんなにいやてかさっきともすごいけどやっぱもっといいわこれうんグリップもこんだけ普通にできてドリフトもぶん回せれば最高
また4枚もうちょっと。そうだね、4枚ちょっと遅いよね。ああごめん、全然ラインひどい。いや、もっと手前か、原則。あー、ごめん、ミスった。大丈夫、大カズくんさん、こんばんはです。おー、こんばんは。テンポずれて引っ掛けちゃった。俺もちょっとね、逆振りがちょっとミスった。あ、それやばい、俺やばい。壊れた。車壊れた。車壊れた。掃除機みたいな音してる。ダイソンだわ。このモッド、でもまあ最初はちょっとドリフト難しいのかもだよな。でもどっちもできるからドリシャで首都高ドライブできちゃうんだよな。ね、そう、配布したら絶対こっちでやりたい。戻った、ごめん。筋肉切れるかと思うぐらいサイド引いたわ。やめて。前歴があるからな。今回、あ、パワーがないからかな。草乗っても耐えるな、車変えたんかな。あと今んとこなんかどっかで奈落の底に落ちるとか。あ、ないっすね。ないよね。ない。あ、やべ、越しちゃった。そういえばテストも兼ねてって言って
何もあれしてないけど、今んとこ特に不具合ないよね。いや普通に走ってれば大丈夫です。これスカイさんだと大体どっかあの落とし穴あるからな。落ちたっすっていう報告が大体あるんだけど。わあ押したかとさん。あれ越した。わあここ追っかけられねえんだけど、あの角度。まずい、あやべやべやべ、まずい、あぶねー。ボディ作りながら見てます。おこれこんだけ不具合なかったらなんだろうな、バンク実際も走りに行ったけどこれで合ってますとかもわからんからな。あ、やばいかも。イリュージョンしちゃったよ。押した今。あぶねえ。今の押したことになってる？いや、押してないと思う。ああさすが俺。してない。多分。多分。いやーごめん。あぶねえ。近すぎたー。それやばい。それやばい。あーやっぱ草乗っても耐えるな。あ、のりさんこんばんはです。昨日ありがとうございました。うわー、こんばんは。わー失速しなきゃなー。あーまずーい。あ、やばい。あ、もうここ。あ、俺カズくんさんにボディの連絡したいのに、今日ずっと打ち合わせでできなかったんだよな。ここ決めてんだよな。
ここ一番むずい。あそこの左が一番むずいわ。あそこに壁作ってもらえば、あの、出ちゃうんですけどって、不具合がありましたって、あそこのコーナーだけ出ちゃうんですけど。あとで鳥先生に言っとくか。戻ってこい、頼む。あー、失速。いやー、あそこ悔しい。もうちょっとと。あ、まずいまずい。あそこ難しいよ。いた。ねえ、あそこ難しい。あそこ不具合報告しようぜ。あそこ難しすぎます。きっと不具合だと思いますって。感じで書き止めできたのにな。いや、出ても戻ってこれる。でもやっぱ出ちゃうんだよな。出ちゃうね。出ちゃうんだよな。あー、ここも出る。いや、そこは早すぎ。この西コース公開され、あーっと、いずれいろいろと回収したら、あの、将来的には一般公開されるそうですよ。ショールームでならとりあえずしばらく一般公開までは許可いただいたんで乗れますよ。あとのりさんがこの前乗れなかったこの新しいモッドもタイヤデータまた変えたの。あ、なんかおかしい。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしい。壊れた。さっきので足折れてたっぽい。回った。おお、いけたー。くっそ、その角度無理って。
乗りに行きたいっす。乗りだけに。めっちゃ綺麗だし、めっちゃいいよ。今までの西とは大違いよ。バンクじゃなくても楽しいもんな、これ。これ嘘。いやバンク。あれ戻ってきた。だから出るって。やっぱ不具合だな。これ不具合だよね。不具合だわ。不具合だね。やばい。あれ。不具合。塚さん怒ってる。ガヤろくな検証しねえなっつって。いやーちっちゃくなっちゃった。えでもマジで普通に。ドリフトとか普通に走ってれば特に何もないっすよ。うん、ここだけ。よし、走ろうかなと思ったらもう11時44分でした。え、走ればいいじゃん。いや、ちょっと20分ぐらい準備に多分そんぐらいかかっちゃうかもしれない。そんなかかんの。やばい、その角度。何も用意してない。熱い。お、フリーデールさん、こんばんは。お疲れ様です。ダッシュで準備しないよ。ダッシュしよう。うん、ダッシュで準備しないよ。どこだっけ。いやー無理。あ、まずーい。あ、でも行けたわ。イリュージョン、イリュージョン。あやー。へっ。熱。コース外走って落ちるとこあるのかな、これ。ちょっと走ってみるか。あー確かに、俺左行くわ。はい。さすがにまあ普通に走っててこんなとこ行く人いないと思うけど。でもミスってほら。まあさすがにこういうのも事前にテストしてると思うけどな。え、てかさ、そこ坂上行けんじゃん。まあまあ、いいなぁ。ちょ、そこ行ってみてよ。そう。
あ、いけるいけるいける。いけんのかい。すご。いけるいける。え、降りてこれんのそれ。降りてこれるね。お、すご。特に何もないけどな。これで全部左通ってみればいいんだよ。あ、やばい、ここ通れない。あ、やばい、斜めになる。くるくるいけるらしいですよ。え、くるくるいけるらしいですよ。くるくるどうやっていくの。あ、くるくるこっちか、うん、マジ。いや、それピットじゃない。え、こっちからじゃないの、くるくるって。あ、そうなの。見に行ったじゃないですか。うん、くるくるこっちだよね。お、マジ。エビスサーキットで、ここ最後おしっこしたとこ。え、マジで。お、あ、そっち。あ、逆走出る。嘘、やばいやん。あ、逆走。あ、逆走出るんですけど。あ、消えた。ギリ回避。俺ペナルティ食らったんだけど。これって、あ、うわあ、不具合、ペナルティ食らう。それはファストレイ AI 消してもらって。AI 切れっていう話になるんだよな。大丈夫です、知ってます、嘘です、ごめんなさい。しかもあのパイロンってあれじゃね、塚さんと行った時に実際学取りの練習してた。マンジパイロンじゃね、あれ。え、パイロンマンジできるんですか。パイロンマンジにパイロン2本しかなかった。ああ、塚さんあれ4本ぐらいにしてパイロンマンジ学取り練習できるようにしたら絶対おもれっすよ。学取りってあれ車1台分だっけ。小口30歩15歩。あ、小口15歩とか、うぜえ。でもすげえ。こっちは、あ、こっちは何もないのか。バックで行けばいい。え、これもっと奥も行けんのかな。え、こっちくるくるランドじゃん。え、つかさんこの上ガチくるくるランドじゃね。あ、エフェイチ君ガチくるくるランドあるよ。何ガチくるくる。こっちがくるくるランドだよ。え、ちょっと待って、これファストレーン AI ちゃんと消すわ。ちょっと入り直してくる。あ、じゃあ俺も消すわ。おめえらちゃんと検証してるようになるからな。ももちゃんこれどっちで立ててる。ドリフトっていうやつ。ドリフフルコース。あ、じゃあ違う。あ、フル。あ、フル。あ、まあいいや、両方抜いとくわ。OK でいいっす。塚さん、パイロン増やしといてほしいなぁ。てか、これ、マジで、学取りできるあれしたら、学取りの連中も練習するよな、これ絶対。てか、俺もやってみたい。ももちゃん何位だったんだっけ。これは東日本最高がパイロンマンジ4位。おぉ、あ、でもすごいね。あれ見てても、めっちゃむずそうだったから、いや、一回やってみたいんよ。当たり判定あるパイロンマンジーやって作ってほしい。ここで練習してたんだよね、ももちゃんね。なんか、ロードスターと、チェイサーと、みたいな。で、練習してたよね。ここ。俺ら上から見てたじゃん。
塚さんが、あ、そうそうそう、昔からの、レーザー測ってる時、ここはくるくるランドってとこで、こっちで、こっちがこっちがくるくるランドでしょ。ああ、でも練習できるからいいじゃん。奥はないよ。さらに奥は十字路ともう一個くるくるランドみたいなところがある。で、これ動物園まで行けないの？動物園はめっちゃ遠いっすよ、そっから。まあ、もう一回坂上がんないといけない。十字路右行って坂。あ、じゃあ俺が行ってる方動物園か。おー、ここまでか。多分十字路、一回山越えてちょい下がって十字路があって右に登っていくんだけど、右登ってヘアピンが右左あって、その後左側にホワイトライオン。右側はドリフトランドかな。そこにゾウ、ゾウが道路はあるけど、おおおお、やべえや、通るってそこでまだ登れたよ。これもしかしてそのうち拡張する気じゃね。道路だけしっかり作ってんのおかしくない？全部一個のマップにするんじゃないの、恵比寿みたいな。いや、できたらすごい塚さん、ドリフト祭りとか好きそうっすもんね。前もライブやってたからね。うん、この先ね、ちょっとね、あの道路なくなるからみんなでドリフト祭りとか行きたいな、まあ、そう、そこまで。ああ、押すなってハおもちゃんの学取りって何だよ。僕の学取りは12、13、14ぐらいあたりです。あ、やべ、行っちゃった乗ってるからバレるうわ、ここめっちゃ跳ねる、面白い。これエビス峠めっちゃリアル、跳ね方が。あお亡くなりになった。あ、すげえ、そこのヘアピンまであるんすか。結構これよりもう一個上登れたんだよ。え、すごい。だ、そこのもう一個上があれっすよ、動物園。へえ、ホワイトライオン。あ、ちょ、壁作っといてよ。あ、すげえ、ここまである。ちょっと不具合見つけました。学取りのピットの中、学取りじゃねえ、くるくるランドのピットの中、壁ないっす。わ、すげえ、ちょっと待って、なかなか準備が終わらず走れない。ここくるくるランドなんだ。あ、ミネッチさん、こんばんは。くるくるランド2つあるの。ここはだピット付きのなんか高級くるくるランド。あ、そうそう、そこもちゃんとある。あ、これジャンプ台じゃね。あ、FH 君、ジャンプ台見つけた。ジャンプ台、ジャンプ台行ってみようかな。あー、見たかった、クソ。おお、バカ飛んでる。やばい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 、あー死んだ。あ、やばい、あ、あ、クソダメだった。不具合なさそうだな。今 AI 消したからいけるな、これ。左なんですよ、左なんですよ。何これ、逆走。こういうところもある。
そっち行くんかい、ほんで。準備整いました。走れまつる。でももう56分。まあもうちょっとだけ走ろう。いやあ、何年ぶりだ。さあちょっとオンライン置いて、なんかこう、こうで、ああ、なるほど。こういうやつが昔、リーガルであった。つかさんに、つかさんってか、昔のリーガルレイヤーと作ってほしい、これ。あ、下るやつ？あ、そう。あああれ、祭りでもやるんだけどさ、みんな、その下で回って突っ込んじゃったね。見えなくて。へえ、ちょっとむずい。不具合。車帰ってこなかった。ここあと、これ見たのはどこだったっけな。なんかね、多分この辺からこう入ってくレイアウトもあった。こうガードレール立ってるからダメなんだけど。で、多分あそこで U ターンしてこのこっち半分で走る感じ。へえ。のはツイッターでチラッと見た。あ、それこの前行った時、そういえばなんかバス止まってあったな、そこに。ガードレールあるわ。逆走もでも面白いな。こうやって見ると、マンケット結構急なんだ。
でもガードレールだから純装の方が面白いですね。そうだね。ガードレールなかったら、なんかこの壁あるじゃないですか。ここで壁寄せしながら U ターンできるんですよ。ああ、ここ空いてんのはあれでしょ。さっきの D1 区間で走れるようにでしょ、多分。バンクを。あーかも。まずーい。危ない危ない。あ、やばい。これ決まったんじゃね。あー、押した。ちょっと押したそれは良くない。いや、エビス久しぶりに走ると楽しいな。うん、いや楽しい。ここ何回出んねん。グワイって怒られるよ、また。いやー、ここ引っ掛けるわ。そこを追い越しちゃうな。これさんの画面見れてないかわかんないけど、もうちょっと外飛んだ方がいいんじゃないですか。走れん。
あーやべ、これミス、やばい、うわもったいねー、あぶねえあーでも今のついてき方良かったんじゃないですか、ね、これで俺がミスってなければ多分いけてたかも。ちょっと下か、あぶねえ。あ、これミス、いやー角度俺もおかしい、くっそ、俺ダメだ、じゃあフェイチか、あそこだけやりたい、なんかもう折れちゃったんじゃない足どこやりたい、これ1コーナー、1コーナーやりたい、1コーナーバチ、はいはい、バチクソビタビタで決め、同じ角度で決めたい。実際これ人の車借りて、じゃあ恵比寿西行きますで、あれできねえけどな。まあ無理でしょ。うん。ああ、止まったー。最悪。いやーごめん、ここもうち入っちゃうな俺、いやーダメだな、ちょっとミスった、ちょっとストールした、いやーくっそー失速した、おー完璧な位置見つけたのに、いやー来た、あーここミスったいやでも1個多分過去1、もうこれ今日はゆっくり寝れる、あーあー不具合ここ不具合っていうのやめなさい、
いや、一番最初に言い始めたのトルさんなんだけど。だからトルさんだからね、怒られる。大丈夫、つかさんなんか家系ラーメンおごればなんとかなる。あ、ごめん。で、あー、まーい。おごれよって書いてる。おごれよになった。あつかさん、あそこ行こう。なんとかなんとか。この前ライブ配信で行ったとこ。いやいやいや、ひどい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 。なんだっけ、府中インターの近くんとこ。南京亭。あー、それ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 。南京亭の肉丼がマジでべらぼうにうまかったんだよね。いやー、くそ。あー、まずい。あぶねー。1コーナー、1コーナー決めたいな。1コーナーもうバチクソに決めたい。違うんだよなぁ。いやでもあんだけ角度ついて決まると意外とサイドもブレーキも踏まなくて済むんだ。各量の調整がまだちょっと難しい。あ、やばいかも。後ろならなんとかだな、バンクは。あー、ベン曲がんね。あー、遅れた。あー、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。あー、最悪。あ、もう、あー、寝れねって。そろそろ決めようぜ。後ろはもうだいぶ完璧よ。もうだいぶいいコピーできてきたよ。本当に？俺決めた時に、うん、あ、ミスったとかない？不具合起きなきゃ成功する。じゃあ俺、あ、俺次第か。そうか。いや、俺さっきから不具合起きてんだよ。うわあ、嘘。やっちまったー。今結構流れ良かった。いや、ここのメインはバンクじゃねえ。大丈夫だ。1コーナーの方が全然楽しい。しかも前とラインが違うじゃん。あの、今ある恵比寿西とこっちの方が全然楽しい。うわー、来たべこれ。頼む、次も頼む、頼む。いや、いいんじゃない。これ来たでしょ。よかった。
どうしよう、コメントでまだまだですって言われたら、今日あれ以上いける自信がねえぐらい決まったんだけど。あ、本当に？うん、いやいや、マジでビタビタよ。ちょ、遅延で見てみ俺の。いや、遅延で見れなかった今ちょっと巻き戻して見てみてあれちょ、いい？見て。あ、止まっていいよ。はあ、あれ以上今日出す自信がないんだけど。あ、綺麗綺麗綺麗。おお、すごい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 。すごい、いいよね。あ、すごい綺麗。あ、綺麗。あれ来たっしょ。あ、いいじゃん。これいいね。ノースポリス、ノースオフィスって来たんだけど。あつ、あとなんか腕痛い。やっぱ峠と違って、峠どんなに練習しても腕痛くなることないけど、サーキットちょっと違うな、やっぱ。あ、これすごいね。すごい綺麗だった。久々に南京亭行きたいな。南京亭俺らもあれから行ってない。え、あれ決まったでしょ？うん、すごい良かったよ、これ。ちょ、これリプレイちょっと撮って、ももちゃんに後で、次の配信用のあれにしてもらおうかな。じゃ今日この辺にするか。まあもう結構過ぎたじゃん、時間。よいしょ。いやー、最後決まったし、ももちゃんは来ねえしで。あ、ダメだ。やっぱ、汗こる、ちょっと、悪いっすわ。ん？直さないとダメみたい。嘘。やばいよ。ちょっと、そうっすね。今日は、汗こる俺の立ち上がらないって。お預けだわ、サーキット。なんでなんだろう。いやー、やべえなこれ。ぶかけねえ。いや、楽しかった。取れねえな。いやー、マジ楽しかった。いや、最後決まってよかったっすね。本当。これ、よし、保存しといた。あー、おもろかった。ってことで、つくさん、不具合は一切ございませんでした。あー、姫キャットさん、コーヒーありがとうございます。もういやー、とりあえず皆さん楽しい。あと今までの西より全然楽しい。レイアウトがキモティだね。キモティ懐かしいなんだろうな、でもほんと些細な差なんだけどな。リアルかリアルじゃないかで言うと、走りには関係ないじゃん。その草木とかの、とか路面のテクスチャーのリアルとかって。なんか段差の表現とか、縁石の表現とか、レイアウトとか、がやっぱ全然違うから。あそこのヘアピンも全然違うもんな。あとこっちの方が距離感がなんか飛ばしてって、あの1コーナー減速するときも分かりやすいね。ああ、なんか掴みやすいよね、ま、前のやつってさ、どんどん狭くなるじゃん。うん、で奥狭いじゃん。こっちの方がなんかすごい掴みやすいから走っててすげえ楽しい。
あ、ももちゃんリプレイ遅れた。ういディスコに貼ったモッドトークの、これ後でスクショ、多分最後の方だと、一番最後だと思う。綺麗なとこでスクショお願いします。ってことで、ちょっとこの辺で今日は。あ、やばい、落ちた。あ、あ、あ、やべ、落ちちゃった。ってことで、今日はこの辺で失礼したいと思います。アーカイブで見させていただきます。あー、今起きたんすね。すいません。ありがとうございます。いやー、最高。これ、あれじゃね？公開早まるかもよ。不具合マジでないから。テクスチャーの不具合とかはちょっとよくわかんないから。コースの不具合って別にないんだよな。なかった。ね。うん。この辺がちょっと、テクスチャーがなんか変だったとかはちょっとわかんなかったな。まあでもなんか、走ってた感じで、なんかここの草おかしいみたいなとかなかったしね、別に。なかったのと、なんか前より草落ちた時のあれが、その車がアホみたいに破綻するっていうのなかったな。うちのタイヤのせいなのかな。ってことで皆さんありがとうございました。あ、明日金沢の参加型になるかな。結局ショールーム入れることになったんで。おもちゃんサムネお願いします。撮ってない、もしかして。ということで皆さん明日もよろしくお願いします。おやすみなさーい。おやすみなさーい。